そうですね、この週にはなんとか。この週には、はい、はい、わかりました。すいません。了解でございます。ちょっとあの工場の具合で、あ、なんか遅れてるんですね、はい、これ色塗ってるところですか今。そうです。ああの色塗るのと、あと補修するのと、 あとあの文字も入るもんですから、はいはいはい、カッティング入れたりですとか。あ、はい、なるほど、はい、そういうのがあります。なるほど、はい、そうですね、まあ普通に乗りますじゃあ。あの上げることによって水から出る。親指をね、親指をね、ここへ持ってくるとね、しっかりします。で、ここへ持ってって引っ張りますよね。引っ張り終わったら上へ上げる。こういう繰り返し。ね、うん。で、今度こちらに行きたいときは前に入れて押しますね。こういう感じ。はい、で方向を変えたいときは硬いと。ちょっと実践でやりますので、はい、行ってください。はい、行ってください。足をまっすぐ伸ばしておいて、はい、足をまっすぐ、はい、まず、はい、中まで入れて、中まで、まずね、はい、OK、あの白いのを上へ上げて宙に浮かしていただいて、そのまま後ろへ持っていって引っ張ります。はい、で上へ上げてくださって、そのまま後ろへ持って、ちょっと右手の方がペラがあ、そうになってます。握り直してね、水平にまずあの直角にしてください。そうそう、まんぺん上へグーッと上げて。あ、そうか。なるべくこの直角にしてくださいね。はい。握りを。握りがあの変な風になってると水平になっちゃう。動いてますけど、まだ水平になってるもんで、直角にしてください。直角。直角を意識するんだよね。わかんなくなっちゃった。これさ、これさ、握り直していって、そうそうそう、それでやってみて。踊れんくなったらごめんね。いやー怖い。いやー楽しいでもこれ。やめろ。ゆっくりやって、あんまりね水を跳ねないように、漕いだら上上げる。漕いだら。白いのを上上げる。待って。教習だもん。でもあっち寄っちゃってるよね。あっち寄っちゃってるよ。どうすればいい？どうすればいいの？こっち。え、何？ね、左手だけこいで、またほしたらこうな、そうそうそう、こうなるでしょ。右。右。うん。こっち。そうそう。ああ、でもなんとなく分かってきた。分かった？うん、誘導が。なるほどね。なるほど、なるほど。あ、これ酔う、やばいかも、うち。酔うって本当に、ダメだなんて、こういう乗り物。ゲットとしたらごめんね。いやこれさ、ちょっとついてバトンタッチできるかと思ったの。できないね。いや、でも別に俺こ動く。こっからこっからやればいいんだよね。だってこっからだって俺できるもん。お願いだから動かないで。ちょマジで怖いんだからち。よいしょい。あのもしも今回ダメだったけど、うん、なんだっけ、ラブチャレンジ後。そうの時は乗るんであれば、ね、うん、障子があれですね。そうだね。全力でやるわ俺。あ、でも違う、超えてる側の方がいいかもしれん。乗ってる側だと怖えもん。あー確かに、うん、今そこで動かれただけで怖いからね私。あ、楽しい。うまいもんでしょ。うまいね。うまいのかうまくないのか分かんないけど、初心者にしてはあれじゃない。なるほど。でもあれチャレンジ号ってさ、うち的に誰かの落書きだと思ったの。いや、本当にあるみたいだね。そう、まあ、変な話、なんだっけ、そういうジンクスがあるから、うん、まあ、あれなんだよね、多分、売りにしてるんだよね、もうね。まあね。うん。
あ、ね、そっから始まっての売れにした感じだ。そう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 。へー、うん、疲れた。でも なんでジンクスがあるか知ってる？知らない。だから動くなっつってんでしょ。なんかね、あれなんだって。多分さ、そのチャレンジ号に乗るよりかもさ、うん、だってカップルで女で漕いでる方がなんか恥ずかしいかも、ちょっと。なんかね、なんかね、そのジンクスっていうのがいろいろあって、うん、一応理由もあるらしいよ。うん、でそれが理由もあるでしょうね。うん、昔ね、うん、お母さんが病気で、うん、で子供が机に一回りしてたんだって。ちょっと何やってんの？何やってんの？120回りしてたんだって。いやぶつかるぶつかるぶつかる。うん、ね、え、なんか話聞いてなかった。そうね、100日巡り参りしてたんだと。お母さんがの病気が治らないと。誰としゃべったの？だからそれ聞いて話してんじゃん。はい、どうぞ。で、そこにね、小さなね、ね、社があってね、でそこに龍神様っていう人がいて、ね、でどうしようもない全然聞いてないでしょ。その龍神様が、その子に忘れ水っていうのを渡したんだって。うん、分かる？うん、あんま途中からしか知らないからよく分かんない。うん、まあそうだけど。でどうぞ。でもその忘れ水っていうのをやったら、お母さんが亡くなってしまったと。で、その忘れ水っていうところから、まあ、年月が経って、要するに、忘れる、縁を切る、別れるっていう、何歌ってんのかなっていうことから、そういうジンクスになったらしいよ。うん、だよね、うん、俺も説明飛び飛びだから絶対にあのね、はい、あ、涼しい、気持ちいい、ね、おじさんが、あの方が立ってるのは責任者の方でしょ。ご協力ありがとうございます。一応撮影の許可は取ってあるんで。若いよ、うん、若いですね。若いっすね。若いっすね。若いっすね、兄ちゃん。うん。心の恨みを込めて、失礼します。やめてください。なんで？だ。これかなり抜粋しないとがんね、これ。動画。15分撮ってる、これ。でもこれさ、ぶつかっていいように。まず、あなたのね、話がね、くだらん話はね、長いね。何がよ。脱線したよ、早く。ちょ、待ってや。早く、兄ちゃんの喜ぶこと言わないと。好きです、好きです。つまらん、早く。好きです。あよ、つまらん。お前、分かっとるて。ちょ、分かっとるて。早く。早く。喜ぶ？喜ぶ？喜ぶこと、早く。おー、面白い、見てみよう。ちょ、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 マジで突進しようとする。ほんと、ちょ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 、おかしい、おかしい、おかしい。やるよ。何を言えばいいよ、僕。うちの喜ぶことは早く。喜ぶことって何？はい、早く。何喜ぶ？近づいてきてるよ。喜ぶこと何？ヒント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 。ヒントもクソかな。え？喜ぶこと？髪の毛やばいね。ほらー。イエーイイエーイイエーイ。近い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 。近いって言うと近づけてる。近づけてるの？なんで？早く喜ぶこと言って。なんすか？ぶつかるよ。何を言えばいいんすか？だから喜ぶこと言って。喜ぶこと。ほら見てみ、見てみ。この手こぎボートのように。ねえ、イチャイチャしない。え？ほら。この手こぎボートのように。ほら。本当にぶつかるところね。ぶつけるって。じゃなんでよ。ほら早く。手こぎボートのように。ほら。ねえ。大丈夫、ひっくりやんせんから。いや、こうお互い共同作業でこうね、うん、力合わせて頑張りましょう。
よいしょい。何の動画だよこれ。つまらんと思うな。動くぞ。あ、こっちであれするの、うちの声でいいので、ね、波が揺れてる。中でお急ぎになってた。本当だ。あ、そうちゃん。はい。そうちゃん。バリアがある、バリアが。あー、傾けちょっと傾かないで。どうするの、ひっくり返ったら。で、俺これの上に乗って、岸まで行けばいいのかな。やばい、こっちから本当に行くから。ちょ、本当に行くから。おい、バックバックバック。でも、乗ったら沈むでしょ。多分ね。どういう気かわかんないけど。あれが、なんだっけ、スカイタワーというやつだな。あれなんか、レストランかなんかあったな、スカイタワーって。あれなかったっけな。ねえ、聞いてる？聞いてない。あれ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 、調子こいてスピード上げてるから。調子こいて確かに速い、うん、ちょっと若干慣れてきたんでしょ。慣れてきた、だいぶ慣れてきた。旅に出れるかも。いや無理だね。なんで？絶対どっか転覆するよ。何そういうこと。だってこう波がないからいいじゃん。波あったら絶対進まんよ。まあね、うん、これ以上抵抗あるんだからね。重いわね、多分、うん、無抵抗だからさ、これほぼほぼ。そうですね、うん、とりあえずジンクスはとりあえずこういう感じ。あのなんかあのこれで分かるだって、ね、うん、まあそういうことや。なんかよくわかんねえや。まあこれ結果ね、結果分からなかったら分からないってことや。うん、その前少し乗ってないから。はい、分かれるやつだ。あれね、なんだっけ、あれなんかあれ乗ると、1時間乗ると証明書もらえるんだよね。何を。そうなの。うん、証明書もらえるんだよ。そうそう、で、わかる。なんか知らんわ。帰りな、帰りな、しかもな、帰りな。あ、それで別れるのか。ジンクスもクソもねえじゃん、それ。その由来とか何もないじゃん。めっちゃあれやん、めっちゃあれやん。普通にあのおじさん、係のおじさんめっちゃうまいやん。うまいな、負けてられんな。いや、めっちゃうまいやん、あれ。うまいな。普通にめっちゃうまいやん、あれ。すいません、ね、え？いや普通にほらめっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃ。あれ係のおじさんね、これごめん、ちょっとガス洗いのごめんね、ちょっとズームしたから。めっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。うまくないとね。うん、係の人がおどおどしとったらやだね。おいおい、教えなあかん。うん、じゃあ駐車しますか。はいはい、そんなゲームないんだけど。つっ、じゃあ岸に上がりましょう。もう疲れだよ。ああ、もう無理だよ。やったー、もう無理だよ。まずから一人ずつ降りましょう。はい、はい、じゃあ後ろの男性から。はい、どう、楽しかった。楽しかったです。もううまく焦げるようになったね。だいぶ、いや、めっちゃうまかったっすね。うん、チャレンジできたら来ますね。うんうん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はーい。で、これが、そうだね。待ってね。これ、アヒルさんいいなぁ。すまん。これなんか、ジャンさん思い出す。そうそう、これ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 。これっす。そう。そう。これらしいっす。これらしいです、噂のボート。噂のボートはハテナなんだ。
東山ボートハウス。でもさ、来たとしてもさ、乗れるかどうかだよ、ね。あ、何1947年から。へえ。ワイド何ボート？今何歳？いくつの方？もう50代の方？今だから、40年前？約。違う、40年前じゃねえよ、60年前。60年前か。60年前今2017年だから、違うわ。今思ったんだけどさ、誰かが作ったんじゃないの？実際に別れる人がいるんじゃなくて、誰かが作ったんじゃないの？どこだね。それを売りにしよう、作ったんだけど。まあ、今度はこれに乗りましょうか。今メンテナンス用のないらしいんで。うん、別れるか分からんけどな。ね、休み合わないもんね。じゃあ、何してうちの彼氏。違うし、こそっちだし。しかも、じゃあそっちだね。私これからこの子と付き合って、付き合うから。もう別れたってことね。ああ。そういうことね。この人と幸せにするわ。じゃあ、あっちと幸せなんで。どういうことや、それ。ね、よろしくね。よろしくね。もう付き合っても2年ぐらいだって。何それ。本命こっちだと思う。あ、そうなの。まあ、っていうわけで。これがいい。監視変なことらしいらしい。俺はあれと付き合うのか、あれと付き合うのか嫌だよ。動かねえもん、喋らねえもん。そうもない、動いて喋れば誰でもいいの。いやいや、そういう問題じゃないよ。あ、こういうことね、こういうことだよ、こういうことだよね。世のカップルさん、まあ愛知県でこう見る方がいたらまた、あのラブチャレンジ号ね、これね、これね、これか、見える、これ挑戦してみてください。10月3日ぐらいには一応なるらしいんで、復活するらしいんで、ってことでした。まあ一応これなんか動画成立してんのか分かんねえな。ん？ね。しないと。しないね。本当これ乗らなあかんかったんだけど。意味ないよ。そう。ってことで。ないぽよ。まあ動物園行きましょうか。はい。それが私の楽しみなの。あ、逆どうでもいいの。どうでもよかったらしい。どうでもよかったらしいっす。あと1時間もないな。ないな。まあ、とりあえず、この辺で。別れたら僕、一人でこうやってやってます。ボロボロって泣きながら。かっこ悪い。じゃあ、皆さん、さよなら。Step on the land.